ちゃという感じで初めてさせていただきました。ランドスケープロケーションです。from 仙台です。いつもはオリジナルばっかりやらせていただいてるんですが、実は今日は全編コピーでやりますというのも実は理由がございましてですね。メンバー以外はここで初めて言うんですけど。私顔面麻痺というのになってしまいましてですね。顔あんまり見た目変わらなかったんですけど、顔がしびれてしびれて、なんか仙台弁で言うとイズイって言うんですけど、なんかこう気持ち悪い感じになってたんですよ。であんまりこう声をわーって出すのも本気ができないのでっていうんで、もうこの際だからコピーをやりましょうって話になりまして、それでコピーに手をつけたらめっちゃ難しかったんですね。で猛特訓に猛特訓を重ねたんですけど、ベースもいないしっていう感じで、今日はそんな感じでやっていきます。2部構成になっておりまして、一部はなんと次で終わりです。短いんですけど、嬉しいハプニングがございまして、ね、3曲一部でやろうかなと思っていたのに、1曲、2部で加わっていただく松浦さんが弾いてくれるという話になりましてですね、ありがたい話でございました。というわけで、いちご構成の最後です。ありがとうございました。というわけで、ここの3人が今ハマっているグリムスパンキーという新進気鋭の、多分ご存じないとは思うんですけど、そういうバンドのコピーをやらせていただきます。いいですか、大人になったら。Thank you.
で第2部ですいつも MC をしてくださっております松浦さんをお迎えしておこがましくもやりたいと思います。あ、俺歌うんですアンジェリーナって曲やりたいと思います。あ、松浦さん今ちょっとチームに合わせてます。なんでそんなにすがらんの山梨に
と出向で12月まで行ってるんで、うん、もう来年はレッスンをグイグイと、お願いします。じゃあ何の曲か言っておいた方がいい。何の曲言っとくのかい。昨日なのかい、ジョン先輩の誕生日は。ジョン・レノン、ね、ジョン先輩の誕生日が昨日だったようなので、それで、ね、バスでやって無理やりくっつけてやります。ビートルズの大河の夢で、はい。Yeah.
最後の曲になりました。早いですね。このバンド早いんで。これアンコールで。いや次セットした。これがアンコール。これアンコール。終わった。これから今日は短くやるバンドと並んでやる。じゃあ。私がないからね。それだけになっちゃうからね。オリジナルじゃん。オリジナルね。マスクラさんの弾き方だけやったら。あれ、ツイステンドシャウトってどうやって入ったっけ。みんな一緒に見てる。そうです。じゃあみんな知ってる。みんな知ってるやつ。やつやろ。ツイステンドシャウトね。ビートルズ。篠本さん大丈夫かな。